どちらが勝っても初の決勝進出。赤と黄色に二分された国立競技場、鹿島アントラーズ対清水エスパルス。両チームのイレブンは90分先にある元旦切符を目指し争うこととなった。相手の長所の潰し合いはゴールからボールを遠ざけた。コースを消されたシュートは枠を外れた。初の決勝進出に向けて激しい闘志を燃やすジーコ。エスパルスも必要なマークで対抗する。故障で攻撃陣の大半を欠いたエスパルス、若手の起用も実らなかった。ジーコの狙いすましたコントロールシュートもシジマールの長い腕に阻まれ、直後のコーナーキック叩き込んだのはアキト。アルシンドからのボールを教科書通りに叩きつけたヘディングシュート。シジマールも及ばなかった。後半途中、ジーコが故障、グラウンドを退いた。だがアントラーズの集中力は最後まで途切れない。至福の時、アントラーズがファイナリストとしての栄誉を手に入れた。Todas as vezes que o Spurs vai disputar jogo importante, seus jogadores estão machucados. E a cada jogo que nós fazemos, e a cada decisão que nós participamos, mais nós sentimos a falta de bom centroavante.